アレッサンドロ・ボルタによって16世紀末に発明されたボルタ電池。電気化学は物質間の電子の授受とそれに付随する諸現象を扱う科学の分野である。物理化学、分析化学、化学工業などとのつながりが深い。電気化学の歴史は1781年にイタリア人科学者のルイージ・ガルバーニがカエルの足に対する電気刺激の実験中に 動物電気を発見したところから始まる。電気自体はそれ以前に存在が認識されていたが、電気が科学に関連している可能性を示唆したのは彼の発見である。しかしながら彼は電気がカエルの筋肉に蓄えられており、それが金属に接触して電気が流れたと考えていた。現在における科学の観点で電気発生のメカニズムを発見したのは同じく、 イタリア人科学者のアレッサンドロ・ボルタの功績である。1799年、彼はガルバーニの実験をもとにして、史上初の科学電池である、ボルタ電池を発明し、電気がイオン化傾向の異なる2つの電極と電解質から、なる電池によって生まれることを示した。また、その翌々年には、ウィリアム・ニコルソンとアンソニー・カーライルが、 水が電気分解されることを発見した。電気化学反応が電極の酸化還元の傾向や電解質に関連していることはその後の研究で明らかとなり、数多くの電池が開発された。その中でマイケル・ファラデーにより、ファラデーの電気分解の法則が発見される。この発見で物質量は電気量と密接な関係を持つことが明らかとなり、 化学反応の理解に大きな寄与を果たした。19世紀末には熱力学の発展が電気化学に大きな影響を及ぼした。バルター・ネルンストによるネルンストの式の提唱である。これによって電気化学反応は一般の化学反応と同等に扱うことができるようになった。電位がギブズエネルギーを電気量で割ったものであることを示した。この式は 電位差が電気化学反応を推し進める原動力であり、電位差がなければ電気化学反応が起こらないという事実の理論的な裏付けとなったのである。電気化学では電解質溶液の性質、電極反応の速度、海面での電気化学的現象などを扱う。これらの現象は1929年にエドワード・グッゲンハイムが提唱した電気化学ポテンシャルを基礎として、 相互に関与し合った複雑な理論体系を築いている。お基本として、その発展系であるターフェルの式やマーカス理論によって議論される。拡散過程はフィックの法則で取り扱われる。化学物質の性質を電気的に計測する方法を電気化学測定といい、化学物質の濃度や種類、電極上での酸化還元反応の詳細な機構などについての情報が得られる。 電極電位を制御するポテンシオスタットや電流を制御するガルバノスタットが用いられる。最も基本的なものは溶液の電極電位を測定する電位差適定であり、ガラス電極の電極電位から水素イオン濃度を測定する pH メーターなど様々なセンサーに応用されている。その他代表的な測定方法としては電圧変化に対する電流応答を測定する。 ボルタンメトリー、一定電圧に対して電流の時間変化を測定する、クロノアンペロメトリーやクロノクーロメトリー、交流電源の周波数変化に対するインピーダンスを測定する交流インピーダンス法などがある。光を照射されることによって表面に電位差が生じて電気化学反応を起こす。すべての半導体でその現象があり、それによって、 イオン化したり水溶液を電気分解するものもある。実用面では、光触媒や色素増感太陽電池等が挙げられ、有用な化学原料の合成も試みられる。太陽光により水と酸素から加酸化水素を合成する革新的光触媒の開発光電極を用いた酸化剤と水素の効率的な製造方法を開発。ありがとうございます。